毎日新聞がですねスタップ事件に関して必要におぼかたさんの批判を続けていることはですねすで、まあ、に多くの方がご存知ですが特に先日、まあ、先日というのは2014年7月の21日でしたか、えー、月曜日のことでしたが全国版の一面の上部のですね左にスペース4分の1ほど取りまして個人の過去のこと 一個人の過去のことに関して、まあ、個人攻撃の記事を掲載するに至りまして。まあ、先日、とりあえずこのブログで警告を出したわけであります。というのは、このまま放置しますとですね、まあ、善良な一個人が社会のある事件に巻き込まれてですね、叩き飲ませられるという、まあ、現代の日本にあってはい、あってはいけないことがですね、起こってしまう可能性があるわけですね。えー、ナチス時代のドイツ、 家に突然憲兵がやってきて家族の一人をショッピき、ギ、それがもとでその家族が悲惨な生活に陥れられるというようなことはですね、まあ歴史的にも事実であったわけです。で、毎日新聞はまさにこの憲兵の役割をしているわけですね。ナチスの憲兵という感じなんですね。つまり、非常にこう一般的に見ると不当に思われることをまあ平然とやると。ただ、 その憲兵の場合は本当にこう実力っていうか銃を持ってやるわけですが毎日新聞はペンを持ってやってるということですがペンは剣より強しと言われる通りですねペンも使い方によってはですねあるいは憲兵よりも強い暴力行為になるわけでそれをまあこの前指摘したわけですまあ現代の日本社会が歪みを持っていることは多くの人が感じておりますが まあその一つの原因に私はですね、合意するよりも反目する方向に進むという傾向があると思ってるわけですね。でそこで今回の毎日新聞の記事もとりあえず削除をしたんですが、削除した理由はですね、まずは相手の立場を聞いてみようかと。それが先かなと。それで合意が得られなければですね、えー、まあそこで批判を展開するべきであろうと。 えー、多分人間はですね、自分が正しいと思ってやってるでしょうからね、毎日新聞は、えー、憲兵の役割を自分たちが果たさなきゃいけないというふうに強く思ってるからこそ、膨大な費用を使って、まあ、全国版一面に記事を出すということでしょうから、で、まずはちょっと私が聞きたいのはですね、毎日新聞に聞きたいの、もしくは毎日新聞以外にも、おぼかすさん批判をしている人に対して聞きたいのはですね、まあ、主に次の3点なわけです。まず第1点はですね、<laughs> えとまあ、あの主として、例えばある科学実験をしますと、主として実験した学生とか若手の研究員がいてもですね、<laughs> その人と一緒に、えー、教授とかその他、そのクラスの人が一緒の場合はですね、えー、疑問があったりしますと、研究に。教授などが直接受け答えするのがもう普通でですね、全くの常識であります。私の場合もですね、学生や若手が研究したものは、できるだけその人の功績を前面に出すために、 まあ論文の筆頭著者を若手にしてですね、私は後ろの方に名前を連ねるというのが普通なんですね。でこれはあの全然問題ないんで、えー、むしろ実験を担当した人は作業者であると、まあこう言っちゃう悪いんですけどね、でまあ、その実験のアイデアを出したり、そこの途中でぎあの議論したりするときに、まあ、知識を多く出した方が主体者なんですね。その意味では まあ、なかなかあの定量的にいく何対何っていうわけにはいかないんですがまああの <laughs> 教授クラスの人がですねその論文の主体的な働きをすることはもう間違いないんですですからまあどうしても協調者に入るわけですねまあ私が実験を指示したり実験内容を共に検討してきた時はもう実力が全然違いますから、まあ、実施した人つまり作業した人よりも頭脳を使った人、まあ、知識とかそれを中心にするんですね。 したがって、今回の場合はですね、おぼさんは無給研究員として、まあ、今回の論文の主たる部分はおそらく実験したんですね。しかし、その時にですね、全般は世界の和歌山さんと言われる、まあ、今の和歌山教授が共同で研究をし、えー、3回目の論文の提出、これはネイチャーの論文ですが、これを作成が始まった時には、これも京都大学教授から利権に転籍した笹井さんが指導したわけですから。 マスコミは質問があれば和歌山さん、笹井さんにするのが普通なんですよ。 それはね、記者会見の時におぼかすさんが発表したって、それはね、若手に発表させるってこと、いくらでもあるわけです。学会にちょっと行っていただいたらわかるんですが、特に学生の発表なんかの時はですね、質問が来たら大体教授がすいませんが、私が答えますなんてやってるわけですから。それはまあ、若手の育成という点ではですね、若手に華やかなスポットを浴びさせ、発表もさせるけども、何か問題が起こったら、それは教授がですね、引き取る。これは別にカバーするわけじゃないわけですね。理解されやすくするっていうわけですね。 この博士論文でも同じですね。オボカスさんの博士論文の出来が悪いと言われて、オボカスさんが批判されてましたが、出来が悪い論文っていうのはね、ないんですよ。だって指導教官が通したっていうことで出来が悪いはずがないんですよね。だから、学生が提出した論文の責任を学生の責任にするっていうのを全くいけません。 指導教員はマスコミに全然登場しなくですね、メディアもあたかも論文の問題がおぼかたさん、つまり学生であるおぼかたさんの問題であるということをしました。毎日新聞は現在でも基本的にはおぼかたさんを攻撃のターゲットにしておりますが、この理由は何なんでしょうかこれほど今までの一般的な日本の社会でやってきたことと全く違うことを毎日新聞がやるっていうには、やっぱりかなりの確信がなければいけないと思っています。 これについてぜひ毎日新聞からの回答を期待いたします。次にですね、<laughs> えー、今回の論文が社会的に注目されたのは、利権が大々的に記者会見をしたからなんですね。これには無批判に乗ったあメディアの責任もありますけどね。まずは利権の問題ですね。利権は組織として記者会見をしたわけです。そ,れそこに笹井さんとおぼあの和歌山先生がおられましたよね。 事実俺だっったたんですよよ喋ってましたよねだから、何か、これもね、やっぱり普通通り、おぼかさんがちょっと詰まりますとね、笹井さんがあのマイクを取ってですね、補充説明をしておりました。その時に、例えば真ん中にいた和歌山さんが、いや、これは私の見解と違うって、一回も反論してなかったわけですよ。ですから、これはもう当然、あのマスコミの質問はですね、利権、笹井さん、和歌山さんに向けられるべきなんですね。 それからもう一つはいわばこの事件の主犯と思われるのは利権ですよね。記者会見を大々的にやって、間違ったやつをやって、世間を騒がしたわけですから。だから理事長も頭下げたんでしょうね。まあ、言ってみれば、かつさんはやや被害者の一人ですよ。おい君、君あなたの,あの発表、研究すごいから、発表しろよ、発表しろよと。利権が大々的にやるから。若山先生も、支江先生も一緒に同席するから、やろうよ、やろうよって言えばね。 それは若い人やりますすよ。はい、そうですかっつって。<laughs> そしたら、そやれよと言った方が調査委員会を作ってですねで、しかも2枚の写真の入れ違いと1枚の写真の加工の間違いだけを問題にして調査を打ち切っちゃうと。だから大したことないんだなと思ってると、改革委員会が突如として世界三,三大不正というと。と <laughs> いうむちゃくちゃなんですね。ところが、利権側はですね、主犯側の利権。 側に立ってあメディアはですね、主犯側の利権側に立って、調査委員会の結論が出ると、オボカスさんの不正が確定したと報道したんですよ。いや、だって、悪いのは利権なんですから、まあ、今のメディアの言い方によるとね。それから、オボカスさんの手元には実験した時の2枚の写真が存在して、それに入れ替えても論文の結論が変わらないんですから、これは KRS スミスに間違いないわけです。さらに、調査委員会の委員長が同じミスで辞任に追い込まれたのに、 そちらの方の不正請求はせずに、おぼかすさんだけを不正としたことに対して、これも毎日新聞は全く追及していませんし、もちんどちらかというと、利権側という感じの報道を続けております。それからまあ3番目はまあ誰でも思うことなんですが、疑問に思うと思うんですが、報道は公正じゃなくちゃいけませんね。特に一個人を批判するときは、自分自身の発信能力、またと特に四大新聞なんかになりますとね。 自分の発信能力っていうのは毎日新聞の発行部数と専属の記者の給料、支払いとか全部含んでますからこれと一個人の力のバランスはもう全然ダメなんですよだから近代国家ではある時に新聞とかテレビがあいつをやっつけようと社会の一人を決めてですね大々的にキャンペーンを張ったらですねその人はもう絶対に人生を失うわけですね私たち社会はそんなことが目的で毎日新聞を買ってるわけじゃないんですよ 毎日新聞とおばかすさんでは力の差が歴然としているんです。それから毎日新聞の一連の記事、7月21日の長官の記事はですね、報道が公平でないということはもう非常に明らかでしたね。<laughs> まあ、これが一つの問題であります。えー、今回の場合はですね、えーこ、今回の記事ですね、毎日新聞の記事なんですが、朝日あの長官のですねけほ、放棄した論文。 あの笹井さん、いや、必ずおぼかさん先に言っちゃいけませんね、和歌山さんとおぼかたさんが放棄した論文、もう掲載を放棄した論文の中身のことであって、かつ、その査読段階でのデータの処理の仕方ですから、もともと公開されるべきではありません。え新聞でも、ですね総行段階で記者が書いた表現の中に、差別的表現があるからといって、その記者が糾弾されることはありません。新聞は多分そういうい事態になったらですね え新聞に掲載された記事だけを問題にするはずです、まあ、そういう点で今回の記事は非常に大きなルール違反ですしあの入手手段も不透明ですね情報の入手先に関する秘匿権というのはメディアの権利ですけども今回のように特定の情報から特定の個人だけを批判するような場合はですね私は適用されないと思いますそれから非常に私が、ね、毎日新聞に質問したいのはですね 上一面の、全国版一面の上段に4分の1ほど、個人の記事を書くということはですね、おぼさんは日本社会から抹殺する価値は、毎日新聞の一面の4分の1のスペースに相当する価値があるってわけでしょも,も,もちろん集団的自衛権もあれば、ウクライナ問題もあれば、いろんなことがあるの中で、そのスペースを一面に取る、まあ3面にも短歌ありましたけどね。 だから、本当にこれがどういう価値があると思っておられるのかってことなんですよね。だから、それが背後に利権の闇があるというんであれば、ですねそれを直接記事にするべきだと思いますね。私は今回のことを1回記事に出しましたので、ちょっと至急です、ね、えー、私の考えを述べました。というのは、ですね私はこういう疑問を今持ってるし、多くの人が疑問に持ってると思うんですよ。なんでおぼかつさんだけって、みんな言いますよね。 裏に隠れた親父どもはどうしたのなんて、まあ、一般的な話ですから、親父なんて言葉を使うわけですが、まあ、そういったことをしょっちゅう言うわけですよ、みんなが。それに対して、これだけですね、私はまあ、程度問題があるんですが、これだけ毎日新聞がおぼかさんを叩くならですね、それからもちろんこれは毎日新聞が自分の意思でやってるわけですから、あの毎日新聞自身、それからこの記事を書いてる、ずっと書いてる女性の記者は、ですね確信があるんだと思うんですよ。自分たちは正しいんだ、何のためですかね。 例えば、魔女狩りをしなきゃいけないとか、社会には正義が必要だとか、日本の科学技術を、これを、この機会に正しくするとか、なんかあると思うんですよね。だからそれは僕は記事の中に書いてほしいんですね。ここでは、おぼかつさん個人のことを書いてるようだけども、これはそうではない。日本の科学技術をこのように直すためには、我々がこれを報道せんといかんという報道の意味をですね、示す必要があると思います。もしかするとですね、 えっと、理研の調査委員会が隠してることを毎日チームが知ってる場合ですね。利権の調査委員会は2枚の写真の入れ間違えと1枚の写真の加工だけが不適切だと言ってるわけですから。それではこんな大きな記事にならないんですよ。だからもしこんな大きな記事にするならもっと深い闇があるとしたらですね、その闇を明らかにすべきだと。私は思いますね。そうしないと。 その闇を明らかにする前に、これだけ個人をやらなきゃいけないっていうなら、これは特殊な理由があるはずですから、それも明らかにしてほしいと思います。えー、毎日新聞は、プライベートな株式会社の新聞ですが、それでもこれほど大きなメディアはですね、やっぱり社会の公共性というのを持ってると思います。